別行動をとっていたロラン、ベネディクト、フレデリカらは再び王都に集う。だが離れていた間に3人はそれぞれの運命を変えかねない重大な事件に遭遇していた。どうしました、ロラン様。セレノア、俺はどうすればいいのか、わからなくなった。オートで、何かあったのですか？いや、問題は片付いた。不正を働いていた王党派どもは始末した。そこまで厳しい処罰を。当然の裁きだ。奴らは王国を立て直すべき時に尻を貪り民を苦しめていた。そればかりか、俺をお飾りにして祭りごとの実権を握ろうとしたのだ。そんなこと。奴らはそれがグリンブルク本来の姿だと言っていた。この国は古い因習と人の思惑を貴族が取り持つことで成立している。良き王に意志など必要ない。我が父も兄もそれをよく理解していたと。たとえそれが事実でも、あなたが変えればいい。変えようとした。そう願って大いについたのだ。だが汚い貴族たちを排除しても何も変わらなかった。もともと歪んでいたこの国はエスフロストの侵攻で完全に壊れてしまったのだ。俺には欲と憎悪でバラバラになった国と民を一つにまとめる力はない。俺が王では、グリンブルクは。ロラン、すまん。つまらぬ愚痴を聞かせた。気にしないでください。それより本当に大丈夫ですか？大丈夫だ。お前が共にいてくれる限り、俺は。セレノア、皆と会う前に話しておきたいことが。どうしました？ローゼル族の村には大きな被害はなかったと聞きましたが。これを見てください。この本は？盗賊一味から手に入れました。元はエスフロスト大書院に保管されていたもので、書いたのはオルレア、私の母です。この書にはローゼル族の、いえ、ノゼリアの真実が書き記されています。ノゼリアの真実。しかし、なぜあなたの母上が？ローゼル族は潮の秘密を知る民、そして私の母はローゼルの歴史を伝える伝承者だったのです。遥か昔、ローゼル族はノゼリアのずっと南にあるセントラリアという土地に住んでいました。セントラリアは海と呼ばれる果てしない塩湖のほとりにあったそうです。その頃、このノゼリアは海の底だった。でも天変地異で海が干上がり、大地が生まれた。だからノゼリアの地底には
潮が岩と化して眠っているのです。岩塩。しかし地表には一つの塩湖しか残らなかった。人々はその塩湖をめぐって激しく争い続けました。潮の秘密を知るローゼル族は争いを止めるために地を掘り、巨大な潮の岩、大円柱を見つけ出した。ですが円弧を抑え、潮によるノゼリア支配を企むハイサンドはそれを許さなかった。彼らはローゼル族を捕らえ、潮の独占を図った罪人という汚名を着せて円弧に閉じ込めたのです。大円柱はどうなったのですか？ハイサンドが密かに奪い取り隠しました。円弧にそびえる女神像の中に。まさか。本当です。母は大蜂起を起こした際、女神像を壊し、中にあった大円柱のかけらを持ち出しました。そうか、ローゼル村で見つけた岩塩は大円柱の一部。なんということだ。それが事実なら女神教の教えは偽りということ。ハイサンドという国の根本が揺らぐ。はい、円弧に囚われているローゼル族を解放することもできるはずです。それだけに慎重に扱わなければならない。考える時間をくれないか、フレデリカ。わかりました。ボルフォート家を、あなたを信じます。ボルフォート城、王都、そしてローゼル族の村で起こったことの報告は以上だ。父シモンの病死、王都派貴族の不正事件、そして手記に書かれていたローゼル族と潮の真実。我々はこれら重大な問題にどう対処するべきか考えねばならない。まさかシモン様の病状が急変して亡くなってしまうなんて。本当に残念だ。セレノア、シモン殿は何か遺言を残されたのか？はい、ウォルフォート家をしっかり率いろと。そうか、シモン殿のためにも俺たちがしっかりせねばな。ロラン様、王党派が支援物資を横領していた件はいかがされるおつもりですか？調査の結果、王党派の多くが不正に資料を貪っていたことが明らかになった。全員厳罰に処す。王国から追放、もしくは死罪だ。しかし王党派は王家を支える者たちでもあります。祭りごとに影響が出てしまうのでは？だからといって奴らのような悪を許せば民が納得しない。見せしめが必要なのだ。民の不満を晴らすため、愚かな真似をすればどうなるか理解させるために。ロラン様、不正事件の他に王都で何かあったのですか？いや、これは俺の問題だ。それにしてもローゼル族の伝承には驚いた。果たして手記の内容は真実なのだろうか？果てしない塩湖、海のほとりにあるローゼル族の故郷セントラリア、ノゼリアの地底に眠る潮の岩。ハイサンドが潮を独占するためにローゼル族に偽りの罪を着せたこと。そして女神像の中にはハイサンドがローゼル族から奪った巨大な潮の岩、大円柱が隠されている。真実であればノゼリアの常識が覆り、女神教の教義も偽りということになります。疑うのも無理はありません。でも
私たちはすでに伝承の一部を見ています。ローゼル族の村で見つけた岩塩か。はい、あれは母オルレアが大放棄の折、女神像を壊して手に入れた大円柱のかけらだったのです。見事に辻褄は合う。何より伝承が書かれていた手記はオルレア殿がフレデリカに宛てて残した書だそうだ。はい、手記には魔法の錠がかかっていましたが、母が私に残したペンダントが鍵だったのです。そこまでして母が娘に嘘を伝える必要はないはずだ。少なくとも伝承は真実を含んでいる、それは間違いないな。ロラン王、エスフロスト軍の残党が集結しているとの報告が入りました。なんだと、場所は？ノゼリア新鉱山です。何かを行っているようですが、偵察に向かった部隊は全滅、詳細は不明です。おのれエスフロスト。セレノア、話し合いは後だ。まずはノゼリア新鉱山のエスフロストを撃つ。ウォルホートの力を貸してくれ。承知しました。すぐに出陣しましょう。運び出しは間もなく終了します。本国から指示された量は確保できました。しかしもったいないことです。言うな、これはグスタドルフ総帥の厳命なのだ。急げ、グリンブルクが我らの動きに気づく前に全てを終わらせるのだ。はっ。